介護士と保育士の夫婦デュオレズミカルガスの雑草男トントペンタカちゃんでございます。本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。紫色草親子で介護予防、無理なく楽しく活性化。はい、行きましょう。本日は親子で健康度チェックのナンバー2、健康生活度チェック行ってみましょう。はい、ですね、40過ぎたらそうですね、筋トレ、脳トレ、有酸素&ストレッチ、さあ介護予防にね、関係しそうなアクティビティをね、どんどん勉強実践共有していきたいと思っているんですが、その前にまず自らの今現時点の健康状態の把握、これがまず重要。まずそれがですね、現時点の把握がですね、介護予防の第一歩になってきますので、前回の運動不足度チェックに引き続いて本日はですね、健康生活度チェックを行っていきたいと思います。日常生活の中でですね、ちゃんとこう健康への意識がちゃんとあるかとか、その健康意識に基づいた生活習慣が実践できているかなどなどをね、大まかに、またね、自己診断していこうと思います。形式は一緒ですね。10項目こうありますので、その質問にはいか時々かいいえで答えていただきます。はいの時は2点、時々やな、時々の時は1点、いいえの時は0点。これで、点数をつけまして、集計総合得点を出しまして、その総合得点を評価表に照らし合わせて、現時点の健康状態を大まかにですよ、大まかにチェックしていきたいと思っております。さあ、それでは本日は第2回ということで、生活健康度チェックいってみましょう。ドン、健康度チェックのナンバー2、健康生活度チェック入ってみたいと思います。はい、前回に引き続きまして、前回運動不足はね、なかなか揺さぶり切れましたが、さあ、今日はね、健康生活度チェックでございます。日常生活のね、生活習慣、タバコ、お酒、そんなあたり、どういう日常生活を送っているかとか、その自己診断をね、自己分析していきたいと思います。はい、ルールは一緒です。また質問10個言いますので、はいなら2ポイント、時々は1ポイント、いいえは0ポイントで、ここにね、加算していってください。はい、それでは一つ目の質問です。健康生活度チェックナンバーワン、至って健康である。至って健康である。この自分の気持ちとして、健康って思えてることも重要な要素ですから、ああちょっとって思う、実際健康でもああちょっと自分はって思うと、そこはもう正直に心のままにいきましょう。健康って何？病気にならない的な？そう、自分の今自己意識として、病気は検査しないとわからないんで。じゃあなんかさ、インフルエンザにならない的なこと？もう健康になる？もうぜ全部さ、自分の中で健康かどうか。あれはな、2ポイント。これえ、じゃあね、健康であるは2ポイント。2ポイント足していいやつも。え、足すタイプ、足すタイプやで。足すタイプ、足すタイプ、どういうこと、どういうこと。健康な人は 2ポイント。自分で健康と思ってるかどうかっていうこと。ポイントいっぱい貯めていいのか悪いのかっていう。ああ、そんな、そう、深読みしないでください。そういうせこいのはダメでしょ。ちゃんと自分に正直にポイントしないと正確な自己診断できない。そういう深読みとかじゃなくて、普通にいいの、合ってる、合ってる、合ってる。健康ですか、健康ですかって、はい、はいの時、健康ですか、はい、健康ですと思った時は2ポイント。時々どうした、どうした。あ、まあでもその自分の感受を大にしてみましょう。なら1ポイント。ね、はい、なら、ヒューガさんは健康。あ、2ポイント、たまるちゃんどうしよう、2ポイントにしよう。2ポイント。レモンちゃん健康じゃねえ。まあ、まあ僕らから見たら健康に見えるんですけど、本人の思いが大事ですからね、これは。自己分析ですから、自己診断。はい、さあ続いて2つ目の質問いってみましょう。食べ物ね、好き嫌いはない。あ、ない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 、これない。でもでも、あの、時々あるっちゃあるんだよね。
少ないってなくてレモンちゃんお野菜お野菜ぶちあるけど時々少ないって書いてあるからさ完全じゃなくてもいい、うん、じゃあちょっとはあのあるけどない、うん、俺ないだから2ポイントあまちゃんも2ポイントレモンちゃんは時々時々やなだって最近あのブロッコリー食べれたし昨日ピーマン食べたんですよ焼いてね、うんうん、ピーマンの肉詰めも好きやもん、ね、あそうかいけんねんなうんヒューガさん好き嫌いあんの私しいたけしいたけうわしいたけベータグルカイン干ししいたけなあ食物繊維いい普通のはそんなにあるちゃん干し柿とかまずはいはいまあまあそんな、そんな特殊なのはいいか、うん、あと生魚ちょっと給食のなんか珍しいメニューとか、うん、え、タカちゃんは2それ味付けのもったい味付けまあほんだ俺僕らが見ててもえ、でもそんなに好きなのシシャモシシャモ食べれる食べれる学校のは前家でシシャモが出た時にそれがダメだったけど、うん、学校のはいけるっちゃいける、うん、あ僕から見てもアマナちゃんの好き嫌いないですよこの2人あるわ、やっぱり、うん、ようよう言うてるじゃないあ、あったのかなね、あった豚肉じゃなくて、うん、鶏肉の桃が嫌いほんなら1ポイント減らしとく、そこだ、自分のあれやからそこ、あの細かいことにこうフォーカスしていくとその誰でも、その、あるけどななんて書いてんのだから、なんか、あの好き嫌いは少ない少ないや少ない少ないから2ポイントでいいやそうやな、第1位で言わない、はい、はい、続きまして3つ目の質問です。習慣として運動やストレッチを10分以上するようにしている、これはもう全員ね、はいでしょう、うん、いいえ、あなたやってるでしょ、虹色動画で体操、陸上行ってるでしょ、ダンス行ってるでしょ、そのレベル高すぎですよ、アスリートを目指してんの、大丈夫、家でや全員はいでいいの、これあまあでも一応自分の意識やから、ほな一応いいの、僕らに、僕らあんなに習い事全部運動で、運動やねんけど毎日外走って、まだったか足らんってことやだから、あの幼稚園行ってれば運動やん、そうそう、まあでもでもでもどっちも、まあでも待って待って待って、これ多分自分の意識の問題やから、まだ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 動けんねや、だからその僕らはもうこれで、あもう結構いい感じで動いてるわと思うねんけど、ね、なんて言ってもう一回言ってあげて、あ、習慣として運動やストレッチを10分以上するようにしている、どっちもやんなくていいんだよ、10分以上習慣やから、習い事も習慣やし、幼稚園行くのダンスの練習やってるでしょ、はい、やった、はい、よかったよかったよかった、あんな全員2ポイント、だから多い方がよくない、なんか多い方が良さそうですね、深読みなしでいきましょう、それでも、はい、続いてタバコの吸いすぎには特に気をつけている、これもみんなタバコ吸わないでしょ、吸わないです、タバコの匂いが嫌い、アマナちゃんタバコ吸ってんやろな、中学校生、タバコの匂いが嫌い、あの嫌いとかそういうこと聞いたじゃん、今タバコの、うん、なんか吸ってる人がいるやん、うん、あのその、うん、匂いが嫌だ、あ、ほんならもうさらに3ポイント、副流煙もなこう3ポイントとかあり、ないけどないけど、ややこしいこと言うから、アマナちゃんが基準が違う、私も吸ってないんだけど、吸ってないんだけどね、はい、ほんなら全員、はい、全員2ポイント増やしてください、アマナちゃんフォローしてあげてくださいね、どんどんいきますよ、これ1、2、はい、続いてタバコのやつで1、5つ目の、あれ入った、これは入った、5つ目の質問いきますよ、あれ塩分を控えるように気をつけている、はい、あ、これあかん、俺はこれあかん、いいえいいえ、これあかん、え、いいえ、え、考え、あ、こういうの好きやもん、これ醤油つけるやばいやばい、ここちょっとまずいな、家やな、うん、ここまずいな、はい、ヒューガさんだけ、私2ポイントやな、2ポイント、これ、うわそうや、塩分はちょっときてるわ、まずい、やばい、はい、濃い味好きだもんね、うん、6個目の質問、いい、あ、時々でもないんか、はい、体型は標準を維持している、え、これはもうおかげさまでね、はい、運動習慣のことでなんとか消費してますから、はいはいはい、これ、みんな2ポイント、みんな2ポイントです、はい、続きまして7個目の質問いきますよ、え、みんな2ポイント、みんな2ポイント、ちょっと待って、レモンちゃんが今、はい、テンパってます、はい頑張れレモンちゃん、はい、それをしながら質問を聞いてください、ここも入れた、はい、7個目、食欲旺盛でいつもご飯が美味しい、食欲旺盛でいつも美味しくご飯を食べている、はい、
祝福音声でいつも美味しくご飯を食べている。おかげさまで。おかげさまで。これも2ポイント。これあまちゃん大丈夫？ご飯美味しい？え、うん。なになにその、うんみたいな。レモンちゃんは？美味しいけど、うん、給食。給食。あらあら、給食。給食はあんまり。まあでも毎日の夕食は？夕食は楽しみしてるもんな。結構。な2ポイントでいいですよね。給食がまずいわけじゃなくて。今の晩ご飯何って覗きにくるからね。まあ、だいたいこれ成人用やからね。子供たちがこんなに引っかかってるレベルじゃないと思いますけどね。うん、なあ、食欲だ、ちょっと今日お刺身見てもちょっと俺食欲ないわ、ステーキ見てもあかんわって、こういう感じですよ。そうある？うーん、まだ大丈夫です。はい、さあ全員2ポイントです。覚えてる？なんかもうなんか大変なこと。はい、はい、しっかり。あれ、そんなにあった？あ、日向さん言ってますよ。あ、今ので？今の2ポイント、全員2ポイント。さらにだって塩分のことがあるから。そっか、ちょっとこれ、はい、足すのすごい大変やね。はい、続いて8個目の質問です。毎日の睡眠時間は6時間以上を心がけている。イエス。あ、ここ俺あかんな。介護士さん大変ですよ、夜勤にね。ちょっと待って、もうちょっと夢、だってさ、いいね、もう追いかけやな。12時に寝ればさ6時間じゃない。あ、じゃあイエスだ。イエスや、あんたたち逃げてるわ。僕だけあかん。僕これダメです。これ僕ダメ。あとみんな2ポイント。え、なんて言った？睡眠時間6時間以上。完璧じゃない？だから1、2、はい、1、2、高ちゃん以外2ポイント追加してください。みんな2ポイント。ここダメで。はい、アナちゃんフォローしてあげてください。ありがとうございます。はい、続いて9個目の質問です。これも子供たち関係ないですよ。みち、ヒューガさんも関係ない。お酒は必ず休肝日を設け飲む時も適量にしている。これね、はい、僕つい1ヶ月前まではお酒ちょっと量が増えててまずいなと思って、最近健康意識高まったんで、紫色草介護予防、親子で介護予防するにあたってお酒控えております。はい、タカちゃん1ポイントでお願いします。でも何もない時に飲んでない。だから それももうこれから控えるし、だからでも時々飲んでるから1ポイント。オッケー。お祝い事しか飲みません。もういや別に私飲んでもいい。じゃあ僕健康になりたいねん。ずっと YouTube やっていきたいから。いや、そう思ってへん。私言ったこともないし。いや、そう分かってますよ。ただ僕は健康になりたいってこういうの好きに飲んでって思ってる。飲んでてんけど、こういうの勉強しだすと知らんから、ちょっとやばいかと思い出して、なのでお酒はもうあなたたちの誕生日とかお祝い事にのみ飲むことに決定いたしましたので、ね、まだ飲んでたので1ポイントでいいです。あれさあ10ポイントっていうか、いや、ゼロにしとこうか。もう出たものはついこの間まで。え、でもさ、休館日を設ける。あ、そうか、いいか、多少。じゃあ1、あんた1でいいか。ほんであと、あとみんなにいいな。あと他に入れた。うん、入れた。はい、それではラスト10個目の質問です。はい、小さいことはあまりこだわらない。小さいことにあまりこだわらない。こだわるね。こだわる。え、小さいことって？ちょっとしたこと。もうマジで。布団の、あの、2枚あるじゃない？うん。それの、上がちょっと出てたらそれはダメ。この2人や。この2人がそっくり。俺たち大丈夫よ、その辺は。枕の向きも、絶対に同じ風にして。あ、でも。なんかさ、傷とかさ、あ、それあるわ、一緒や。確かにその、ほとんどのことは俺はどうでもいいねんけど、自分に大事なこと にはむっちゃこだわるので、僕たち、レモンとタカちゃん時々1ポイント。ほんで、アマナッチャ・ヒューガさんは結構細かいですよね。1、2。2やね、これは。はい、それでは集計お願いいたします。ポイント入ったんや。うん。なんか逆じゃない？あ、ちゃうちゃう。あまりこだわらないようにしてるから、細かいことに気にしてたら、ゼロ。ゼロ。あ、ゼロ。じゃあ、2個減らして。だから俺は、レモンとタカちゃんは1ポイントでいいか。あれ、ここにあった。はい、それでは、集計してください。まず、タカちゃんは12ポイント。アマナちゃんは13。あれ？ここ。14。レモンちゃんは13。1、2、3。あ、ヒューガさん15ですね。おお、はい、結果発表いたしますよ。はい、どうかな。まずね、一番最高の人ね、
18点から20点のあなた、今日いないですね。ない。はい。そんな素晴らしい健康生活、習慣を送っている皆さんは、ベリーグッドです。最高。健康に留意して生活をしているようです。完璧です。このまま続けてください。はい、続きまして、日向さん、こちらに入っております。ありがとうございます。12から17点、やや注意。はい、読みますよ。待って、みんな入ってる。あ、みんなここ？みんなここか。OK、やや注意。読みますよ。もう少し健康に対して意識レベルを上げていきましょう。は？だからそら別にはって思う人は思ったらいいけど、よりね、よりパフォーマンスを今、いや絶対褒められるかな思うけ。こっちはウキウキして待ってたのに最初絶対バシコーンなるやん。まだポテンシャルあるから、まだまだまだ引き伸びるからね。あ、そういうこと。あの青色草でお姉さんに言っといて、マスターズ陸上待ってんだよっていう風にね、そこまでいけるから。あの美智子様がっていうこと。あ、じゃあ、あなたか。あの、あれ青色草やってるの誰、誰青色草誰がやってる？ヒューガさん。ヒューガ、あなたや、あなたや。だまだだから、あの、健康習慣を改善する。だから伸びの、伸びしろあるってことやから、俺たちは。はい、そこ読みますよ。生活習慣において、若干の見直しが必要なようですね。若干。酒とタバコ、睡眠、運動と食事、肥満など、一つ一つの問題は、別々の独立した問題ではなく相互に関連しています。一つぐらいなら平気などと考えないで、複合的に健康意識を高めていきましょうということでした。確かにそれありますよ。僕やったら睡眠とお酒でしょ。何ですか、あれ、あ、細かいこと、細かい、そういうことか。細かいことっていいことじゃないの。いや、あまりやると悩んでストレスが溜まったりとか、そういう、そう、どっちもいい面があるんだよな。細かい人は、まあまあ、だからそれは、うん、疲れたぞ、ずっと疲れたから。あ、そうかそうか、いいよ、とって。はい、まあそんなわけで、あと1個この本読んどきましょうか。11点から6点から11点の方は十分に注意しましょう。生活習慣に問題があります。若い時にはそれほど問題にならなかった悪い影響も年を重ねるとともに見え隠れし始めます。この診断チェックをいくつ守れているかは寿命にまで関係する重要なことです。今日からでも生活習慣の改善を始めていきましょう。寿命、さあ0点から5点の人、バーッ。健康に対して生活改善が絶対必要です。あなたの生活習慣には大きな問題があるので、すぐに改善しましょう。生活習慣は良くも悪くも長い時間をかけてできるものです。焦らずに一つ一つ改善してください。特に運動、食事、これ絶対入ってきますね。運動、食事、睡眠、これ絶対ですよ。はい、日々の生活改善からスタートすることをお勧めします。はい、さあそんなわけで本日は健康生活をチェックでございました。まあ今ね、これでね、0点から5点だった人も大丈夫ですから、今から虹色動画の紫色草でね、親子で介護予防、いろいろヨガ、ウォーキング、ストレッチ、いろいろやっていきますから、一緒にね、健康習慣、アンチエイジング、健康寿命手にしていきましょう。はい、それでは皆さんもこの調子でさらに上を目指してやっていきましょう。はい、はい、それでは雑草ポーズだ、せーの、ダーン。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが家族の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてドーン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。